マッチョになりたいメタボ47の久保です。今日はね、私の食べているナッツの袋になっちゃいました。さっき食べ終わっちゃったんでね、ナッツの紹介とあとプロテインの作り方を皆さんと一緒に見ていこうかと思います。まずはこのナッツなんですけども、イオンモールかなんかで買ったんですけども、10日間のロカボナッツって書いてあるでしょ。で、必要な量を小分けにして10日間分こう 30g ずつね、10袋この中に小分けした袋が入ってるんですよ。で、山田悟先生っていう人がね、偉い先生なんですかね、作ってくれたみたいです。糖質は 1.6g ということで非常に取りやすいと。これでオメガ3配合、ビタミン E、 鉄カリウムということで栄養素もバッチリ入っております。これなら心配ないでしょうということで20日間続けました。これ2つ買ってね、1日に1袋ずつ食べてきたんですよね。で、次はこのシェイカーで、プロテインでございます。これ一緒に作っていきましょう。ちょっと待ってください。聞こえますか？外は激しい雨でございます。日本全国、西日本も大雨ですよ。もう本当にね、水害が出ないことを願うばかりですけども、ホワイトプロテインのこのインパクトバナナ味をこの1杯ね、1杯取ってこの中に入れます。で、プロテインっていうのは何ですか？タンパク質って意味らしいんで、プロテインがもうタンパク質なんですよ。何言いたいのか分かりませんけどね。こう入れましたね。20代の方は 20g ぐらいでいいそうなんですよ、噂に聞くと。40代ぐらいになると 40g ぐらい入れないともう吸収がなかなかされないんで、しっかりとね、削らずに入れておこうと思います。私はこれをね、1日にね、5杯も6杯も飲んで逆に体重増えちゃったんで、今はね、朝昼晩の1杯ずつとか4杯とかね、その辺に抑えていこうと思います。はい、では次氷ですね。氷をこう入れて、これ水ですね。牛乳で割る方もいるんですけども、プロテインそのものが牛乳からね、タンパク質を取り出したものなので、もう今最近のプロテインはもう水で十分美味しいですよ。はい、で入れたんでこうシェイクしてね、こうすると氷が中で駆け巡ってね、やっぱりこうシェイクにちょっといいんですよ。こういうのを入れることもあるんですけども、私の場合は氷を入れてこうやって絞ります。内容量だいたい 600cc ぐらい入ってます。これで出来上がりなんで、あと飲むだけですね。いただきます。うん、最近はね、粉も溶けやすくてとってもいいですね。美味しい。では失礼します。